こんにちは、アンナスです。今日は、鬼大橋の刺繍をしようと思います。図案を描くところからやるんですけど、ちゃんと簡単に描けるように説明するので、ぜひ見てください。ではどうぞ。ではいつものようにだいたい500円より一回り大きいぐらいのサイズ丸を描きます。でキノコみたいになんかこういう半円をまず上に描いてください。でこれのここの部分だけでなんかマトリョーシカみたいな感じのをここに描きます。でくちばしの先になんか黒い模様が入っているのでこれ黒い模様ですね。でくちばしと目の間にこれちょっと一旦消します。ここがだいたいくちばしとすると柄が黒い柄がここにこう入ってきてでこの辺に目が出てくるんですけど、内側にこの 白い部分ですね。でなんか必ず目の周りになんかこう色が入ってるんでこういう感じで、ちょっとこの線もちょっと消して、もうこれでほぼできてるので、あとは尻尾をちょっとこっち向きにします。こっち向いてるからなんかこういう感じで、でなんかこれだと宙に浮いてるので木に止まってる風にしようと思います。では布に移していきます。布の下にチョコペーパーを挟みます。インクがついてる方を下にして上に移す図案を載せて、でさっき描いた線画をたどります。はい、では刺繍していきます。ちょっと今回は布が薄いので接着芯を挟みます。では目から刺繍していきます。ちっちゃい波縫いを絵の中に作ってギリギリで留めます。で一つ前の穴に刺すとこれで絡まっているので出ているところを切っておきます。これ目の中にこれやるとすごい大変なんで、どっか広いところにやった方がいいですね、今回みたいに。で目は丸、一応なんか丸にはなってないんですけど丸なので真ん中に基準の1本を入れて上と下と半分ずつ埋めていきます。ちょっとパッチリお目目にしたいのでちょっと大きめにして、こんなもんですかね。で終わったら裏の糸を2回すくってこれで絡まってるので切ります。で次が目から1個作ったらそれに対して隣隣に広げていきたいので、でないと例えば青持ってるからって言って青ばっかり刺してその後黄色を刺してってやっていくとバランスが悪くなっていくので、1個作ったらそれに対して隣隣に刺し広げるっていう風にした方がバランスが良くなります。糸変えるのがめんどくさいんですけど、で目の周りは横に刺していこうと思います。なので刺す時は外側から内側に向かって刺すのが刺しやすいので、猫の毛が1本基準を入れて半分ずつ埋めていきます。で基本的には隣隣に刺していくんですけど、前のところでここみたいに隙間が空いてたら戻って足してもいいです。
下の布が見えなくなるまで刺し埋めた方がうまくいくので、でこういう丸いところは丁寧にちょっとずつカーブを作りながら刺していくとうまくいきます。目が埋もれるので丁寧に刺していきます。目の際は特に丁寧にその形に沿って刺していきます。はい、では目の周りが刺せたので、今度は隣隣だからお腹の部分を刺していきます。これも1本基準を入れて半分ずつ埋めていきます。はい、では白いところができたので、今度は黒いところをやっていこうと思うんですけど、結構黒の面積が多いので全部やっていきます。で今ちょっとわざと刺す方向をちょっと書いてます。わかりやすいように全部横横に刺していきます。目の周りが横に刺さっているので質感を揃えるために横に刺していきます。で本当は隣隣に刺し広げるから次はくちばしを刺す順番なんですけど、このくちばしの刺し木のところが先に刺しとかなきゃいけないので、先に黒をやっておくと黒い形がきれいに丸くできますね。ついでに黒を刺していきます。全部横ですね。またこれも1本基準を入れて、で上と下と埋めていくんですけど、まあ、上は残りの半円部分をちょこちょこと埋めて、で左右に分かれて刺していきます。刺しやすい方向にくるっとひっくり返して、でガイド線を入れます。こういう細いところを刺すときはガイド線を入れると平行とそれから幅が保ちやすいので、これでどんどん埋めていきます。ちょっと先っていうのがいいですね。で下のところはちょっと長かったのでロング&ショートにしようと思います。なのでちょっとやりかけてたんですけど、まず1段目、線のところは線の通り、重なる予定のところはジグザグに刺すので、長い短いってやるんですけど、厳密に長い短いしなくていいので、短い短いとかでもいいので、要は重なる予定のところがギザギザになっていればいいですね。で1段目も全部埋めてしまってから、今度2段目に行きます。2段目に刺すときは2段階ぐらいでこの図はいけそうなので、まず平行に1本入れます。で線のところは線の通りに刺して、重なる予定のところはジグザグに刺すので、今この辺に刺したからちょっと遠いところに刺すっていう感じで、ランダムに長さを変えて刺していきます。で中間ぐらいのを入れてもいいです。多分なんかこっちも短くてこっちも短いっていう時もあるので、そういう時は真ん中に入れても大丈夫です。要は平行さえ保てれば、あとはいろんな長さが入ってる方が仕上がりが綺麗なので、どんどんランダムにいろいろ入れていきます。はい、ではくちばしを刺していきます。これももう横ですね。基準を入れて半分ずつ埋めます。もしここの最初のあれがちょっと目立ちそうだから、もうこれ外してもいいです。もうね刺繍している間に刺繍糸同士で絡まっているから、これがほどけてくることはもうないので、外して大丈夫です。あと余った糸は切っとかないと表に出てきますね。
でもこれ横横に刺して終わったら半分下も横横です。はい、では、次は木の部分を刺繍します。木の部分別にもうどんなステッチでもいいんですけど、縦だったらサテンステッチ、横だったらロング&ショートなんですけど、ちょっとめんどくさいんで、もう質感を変えるためにもチェーンステッチでやっていこうと思います。まず出します。で、同じ穴に刺してちょっと頭を出してかけて上に引っ張ります。すると輪ができるので、ちょっとちっちゃくて見にくいですけど、まあ、2本取りなので輪の中に刺して、さっきのサイズ頭を出してかけて引っ張るの繰り返しです。かけるのがもういちいち大変なので、もうここの糸を輪にしておいて、こうやって引っ張るだけでも輪になるようにやっていくとうまくいきます。これで1列終わったら、また U ターンしてまた1からこうやっていくっていう感じで2列目をやっていってます。だいたい2列ぐらいでいけると思います。はい、端まで行ったら外側に針を刺すと止まります。で、くるっとひっくり返して今度2列目、こっちはまたさっきと一緒ですね、出してまた頭を出してかけて上に引っ張る、これの繰り返しで、まあ、2列やれば多分埋まると思います。はい、木の枝ができたので今度は尻尾です。尻尾は縦の方がなんか尻尾らしくていいかなと思うので、まあ、横横に刺すと細かくなってしまうし、こういうものは端っこと端っこをまずステッチ入れておいて真ん中入れてっていう感じで刺していくと結構綺麗にできるので、こういう感じでやっていきます。ちょっとたまに台形になっているものはたまにちょっと下とかに短いステッチを入れておくと、この糸が付け根のところにいっぱいたまらないので、たまに入れるといいです。はい、ではできたのでお水で図案を消します。ちょっと濡らすともう消えるので、私が使ってるのは黒葉のすぐ消えるやつですね。葉っぱもモンステラもこれでお揃いで並べて刺すと可愛いと思います。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。それではさようなら。